同日、某四国、ガラン宮殿、謁見の場。ガラン宮殿すげえとこ来ちゃったな、なんかな。女王か、これが。どんな人なんだ？ご苦労、よく来ましたね、サーラ。あ、あの左の人あれじゃん。ちょっと威圧してきた人じゃん、なるほどさんを。ほう、この人が、クライン王国の女王様。何をしておる？図が高いぞ。え？あ、ひざまずいたらいいのか？良いのです。どうかそのままで。ああ、いいんですか。母様。ガラン様、この度は我が主人のために。感謝の言葉もございません。祭司殿の功績を考えれば当然のことです。それよりも、サーラ、この度は本当に大変でしたね。あ、いい人そうだな。わらわの祈りが少しでも、祭司殿とあなたの御霊を癒せるなら、それに勝る喜びはありませんよ。ガラン様、もったいないお言葉でございます。なんなんだ、この圧倒的なオーラは。服装からもあるのかもしれないけど、この服装の派手さ。そちは例の弁護士ですね。これどうですかね。どう思われてるんだろう。は、お初めにお目にかかりまして、早漏を得ば。ありがた、騎士合わせで、ありがた騎士合わせでござります。女王様となんてどう話したらいいのか全然わかんないぞ。ふふ、どうか。そちにも人様のご加護があらんこと。あ、でもなんか、器の大きい感じがするわ。見習いなさいよ、レイファさん。さあ、サーラよ。行きましょう、祈りの前。レイファや、あなたもついてくるのですよ。はい、母様。じゃ今のうちに抜け出しちゃいますか。なんだか、本当に五行が見えそうな人だったな。ふん。哀悼の祈りね。そんなものが何の役に立つのやら。あなた、あんまり心よく思ってない感じですか。この人は、因果法務大臣。ん？ほう、君は、君は。先日はどうも、法務大臣。先日？会ったことがあったからな。もうあれか。もう、カトンボのごとく、覚えてないのかな？こんな小物のことなんで。なるほど、龍一です。先日、法廷控室でお会いしたじゃないですか。ああ、そのとんがり頭に青い服、思い出して。我が娘に恥をかかせてくれた。我が娘さんですか？もちろん、レイファのことだよ。ああ、そうなんですか。母親にですかね、じゃあ、レイファさんは。この人がレイファ様のお父さん。ということは、ガラン女王の夫ってことか。じゃあ結構な権力者。君はまさか今回の事件にもシャシャリ出てくるつもりかね。もうシャシャリ出るというより、弁護するつもりですけど。はい、被告人は僕の大事な友人ですからね。先日も言ったが、あまり追い出をしないことをお勧めするよ。もしよかったら、少しだけお話、聞けませんか？私の話を聞いていたから。ええ、もちろん。くく、その度胸に面して少しだけ時間をやろうじゃないか。聞かないね、なるほどさ。私も多忙でもるでね。仕事をしながら話させてもらうよ。まさかこの人と話せるなんて。まず、今回の事件も僕が弁護席に立ちますからね。あ。なんだこれ。私は君のためを思って警告してやったんだがね。俺はちなみにその犯行何ですかそれ。前回は無能な検事のおかげで、冤罪を生んでしまうところだった。感謝してほしいですね。しかし、今回は我が国の優秀な検事をアサインさせていただいたよ。アサイン？相手が誰であろうと証明してみせますよ。もしかしてナユタさんかな。被告人の無実をね。弁護罪の存在を忘れてはいないだろうね。もちろん。
有罪の罪人を弁護した者すべてに同じ罪が課せられるのだ。忘れちゃいませんよ。過去の弁護士もそうだったが、いざ弁護罪が適用されると泣きわめいて命乞いをする。実に見苦しい姿だったよ。まあそれやだからな。そうはならないつもりですよ。まあでも最後まであがくつもりではいるから。弁護罪はあなたがお作りになった法律なんですか？ふん。そんなことはどうでもよかろう。いやでもちょっと気になるね。それを執行する現法務大臣はこの私だ。もともとは悪徳弁護士による捏造や隠蔽への対策だったのだが、これが実に便利な法律でね、非常に効率的なんだよ。便利？効率的？どういうこと？そうだよ。伽藍王政に、いや、この国の法である私に歯向かう革命派たちをまとめて裁くのにね。まあ、それはちょっと独裁すぎないか、それは。そんなことを許されていいわけかな。自由がないじゃないか。口を慎め、異国の弁護士。私を誰だと心得る。ってことは、あなたたちに歯向かうやつみんなもう即刻、ねえ、牢屋、まあ、刑務所入りみたいな感じじゃん。女王の夫、すなわちこの国の王も同じだぞ。いや、王様はあくまで女王なんじゃないか。下手な口を聞いたら、下手な口を引いたら、不敬罪でしょっぴくぞ。まだ捕まるわけにはいかないか。いいか、我が国の犯罪発生率が低く、国民が安心して暮らせるのは、弁護罪のおかげなのだ。つまらぬ言いがかりやめろ。極論すぎるんですよ、それはだから。僕は認めませんよ。ふん、それに弁護罪などなくとも、じき、ドゥルク一派はネタヤシだ。それはどういう意味ですか？もうなんか、ある秘策とだけ言っておこう。君を気をつけた方がいい。革命派と同じ危険思想を持っているようだからな。まあ、なんか危うい感じはしますよ、あなたたちの王政は。なるほどくん。これが何かわかるかね。何ですか、これは。死刑執行の命令書だよ。ポンポン処理しないと増える一方でね。あなたちゃんと見もせずに決めてんのか、そんなの。内容見てくれよ。ちゃんとね、人の命かかってるんだから。明日また仕事が増えてしまうな。君の大事な友人の分だ。そして、君が法廷に立つのなら、もう一枚増えることになる。たった一つの命。罪人のために無駄遣いはせぬことだ。いい夜の、仕事は増やさないさ。命令書なんて一枚たりとも発行させない。待たせたな。レイホ様、儀式は終わったんですか？ああ、滞りなくな。サーラ殿は今しばらく、母様と話していくそうじゃ。サーラさんの悲しみが少しでも癒えるといいけど。ソチ、父様と言葉を交わしていたのか？あ、聞いてましたか、ちょっと。ええ、まあ。父様はこの国の平和のため尽力されておる偉大な方。ちょっと偏った感じですね。正義が。今日のクライン王国があるのは、父様と母様のお力のおかげじゃ。本来なら、弁護士風情が軽々しく立ち話などできる相手ではない。光栄に思うがよい。そうですね。なんかちょっと雰囲気が違うな、いつもと。大臣の本性は知らないみたいだな。さて、用事も済んだことだし、まゆちゃんに話を聞きに行くわ。まあ、実際その儀式の内容とか聞きたいところですね。あ、なるほどくん。まゆちゃん、ひどい取り調べとかされてないかい？大丈夫だよ。それで、何か進展はあった？そうですね。まあ、だからその、祭司様が脅迫されてたっていう、警告されてたっていうことを、は、情報はつかんだけど、マユちゃんの無実を証明する決定的な証拠はないんだけど、小さな可能性はあったよ。だからその、殺す可能性があった人物がちょっと見えてきたというかね。本当に？それでサイさんについて話を聞かせてほしいんだ。
まあ、実は革命派だったらね、結構それは問題ですよね。うん、いいよ。ところで、お姫様、まだくっついてるんだ。そうですね。犬みたいですね。暇なのかな。そうなんだよ、ほんと困るよね。聞こえておるぞ。あ、聞こえてました。忙しいに決まっておるであろう。まったく失礼な。暇そうだけどね。ズバリ聞くけど、祭司さんが革命派だったってことはないかな。え、革命派？なんでそんなこと聞くの？あの、革命派狩りの、あの、鳥姫様からね、警告状届いてたから、祭司さんが革命派だったら、革命派狩りの鳥姫様に動機が生まれるんじゃないかなって。あ、まずい。今の聞こえちゃったかな。何を言っておるんじゃ、あの祭司殿が。革命派？まあまあ、ね、あくまでも可能性ですから。そんなことあるわけがなかろう。母様が哀悼の祈りを捧げるほどのお人じゃぞ。まあまあ、あくまで可能性の話ですから。バカバカしい。聞くに耐えんわ。どっか行っちゃったかな？出て行っちゃったぞ。まあいいか。祭司さんの行動に何か怪しいところはなかったかな。まあでも確かにね、親しい人を疑われたらそれはまあ、ああいう気持ちにはなると思うけどね、レイパさんも。あの気持ちはわからんでもないけど。そういえば儀式の時に妙にそわそわしてて、しきりに空を見上げていたような。あれは何だったんだろう。そわそわしてしきりに空を。それだけじゃ決め手に欠けるな。他に何か思い当たることは？ごめん、それくらいしか。ああ、今回情報少ないな。祭司さんについてはこれ以上何もなさそうだな。あ、そういえば、ん？あ、そっか。なんかちょっとレイファさんがいると話しにくいことみたいなのあったね。私が霊媒できることはこの国では秘密にしておいてほしいんだ。どうして？それは、また今度説明するよ。さっきの話、レイファ様がいない今が聞くチャンスだな。あのさ、さっきのはどういう意味だったの？迷いちゃんが霊媒できるのは言っちゃいけないって。あ、あれね。この国では霊媒師が女王様になるって知ってる？そうらしいね。最初に聞いた時はびっくりしたよ。クライン教では霊媒は女王様だけが使える、行える秘術なの。その他の人たちができちゃったらダメなんだって。ああ、そうなんだ。女王しかその力はない。じゃあもう、ハミちゃんとかマヨリちゃんとかさ。全然やれる。なるほど、霊媒は権力の象徴ってわけか。確かにそれを外国人ができちゃったらまずいよな。私たちのクライン流霊媒道は、もともとクライン教の霊媒術が日本に伝わってきたものなの。はー。でも、純粋なクライン人より私たちの方が霊力が強いみたい。不思議だね。突然変異なのか、何なのかわからないんだけど。え、もともとの発祥って、本当にクラインなんですかね？日本発祥とかない実は。そっからクラインができたみたい。派生で。霊媒の力がクライン王国の王族のものだということは、マイちゃんの中にも流れてるってことだよね、王族の血が。ねえ、ガラン女王やレイファ様と同じ血が。まあ何か約束事があるってわけじゃないんだけど、わざわざ騒ぎを起こしたくはないでしょ。だから日本から修行に来る人は、霊媒の力を隠すようにしてるの。はあ、なるほどね。いろいろと大変なんだな。でもなんか裁判の流れの中で情報、そのことは明らかになるかもしれないよ、霊媒のこととかね。でも家元になる資格を得るには、この国で修行をしなくちゃだからね。家元になる資格ってなんかいるんですか？自分の意思で確実に霊媒できるようになることだよ。ああ、なんか強制、なんか、そっか、自分の意思で、まあ、完璧ではないもんね、今ね。勝手に入ってきたりするんだもんね。千尋さんとかが勝手にさ、出てきたりしてたもんな。ほら、私ってずっと、その時の運次第みたいなとこあったでしょ。霊媒できたりできなかったり。確率的には 30% ぐらい。そういう意味で言ったら、ハミちゃんの方が優秀だったのかな。どちらかというと、霊の方から憑依されてた方が多かったかな。それがいつでも自分の意思で霊媒できるようになったわけだ。
あ、さすがやっぱそうだね。コントロールしたんだね。うん、多分だけど。え、多分って？だって霊力アップの修行はしたけど、霊媒は試してないもん。日本に帰ったら霊媒の最終試験をする予定なの。連続で霊媒できるか試すんだ。霊媒千本ノックみたいな。なんか疲れそうだね、それは。それを成功しないと家元にはなれないってこと？家元になった人はその霊媒千本ノックみたいなやつを乗り越えたのか。バッチリ成功させて家元になってみせるよ。まあ、大丈夫だよね、前さんだったらね。前さんだったら。綾里家の人たちやクラインの里のみんなとの約束だからね。そっか。まゆちゃんは里のみんなの期待を背負ってきてるんだよな。でも霊媒が海を越えて伝わっていったのもそうだけど、クライン王国と日本って意外とつながりがあるんだね。そういえばさっきもテレビで、ははそうだ。鳥様なんだっけ。あれはちょっとパクリ疑惑が。お、それって冥界戦士鳥様なんでしょ。鳥様について話す意味あんのこれ。鳥様を知ってるなんてアンテナ高いね。ちょうどテレビでねやってて、大体はレイファ様に教えてもらったんだけどね。まあクライン人なら誰でも知っておるから。いたんですかレイファさん。あれ、レイファ様戻ってきたんですか。わらわは姫巫女として措置を監視せねばならんのじゃ。思い直したのじゃよ、わらわの責務を果たすためには。措置の不平な推理にも耳を塞いではならんと。おー、まあね、頑張ってください。そんなに使命感を燃やされても。別に放っておいてくれてもいいんだけどな。まあ手間が省けるっていうことにもなるな。姫巫女様も知ってるなら話が早いね。実は二人に自慢したいものがあるんだ。自慢？お前ちゃんなんだか急に生き生きしてきたな。そうだよ、じゃーん。なんだいこれ。鳥様？この世に一つしか存在しない激レア鳥様ストラップよ。番組のプレゼント企画で作られたものなんだって。番組のプレゼント企画？それを持っておるとは。あなたも知ってるんですか。あれもしかしてレイファ様も鳥様ファン？違う、そんなもの子供の見るものじゃ。じゃああなた見るじゃん、じゃあ子供だから。わらわは興味だとない。なるほどな、大人ぶりたい お年頃。ふーん、本当に違うんじゃからな。そういうことにしておきます。で、まゆちゃんはそれをどこで手に入れたの？へへん、こっちの鳥様ファンの人と意気投合しちゃってね、国境を越えた異文化交流をしたってわけ。つまりはグッズの交換をしたんだね。うん、私の持ってた殿様のウォッチをあげたんだよ。アラームで殿様のテーマを流すことができるレアもの。すごく喜んでくれて、お返しにこのストラップをくれたの。まさかこの国にもそんな人がいるとはね。なんか話が絡んでくるんですかね、それね。なんとこのストラップ、腰の勾玉を押すとテーマ曲が。それって殿様のテーマそっくりだよね。分かってないな。イントロの民族楽器と音色に異国情緒を感じるでしょ。大まかなリズムで、メロディ一緒じゃん。それに殿様はイントロで、あ、トコトン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 。あ、なるほどね。そこは確かに違うからな。最初に太鼓の音が入るんだよ。トコトン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 の、その違いね。で、これが何だろう、これが。わかる人にはわかるってやつだね。でね、私考えたの。鳥様 VS 殿様。うわ、これ実現しそうだわ。日本に帰ったらこの企画をテレビ局に売り込むの。大ヒット間違いなしじゃない？ね？レイファ様。そうだね、いろんなのにチャレンジしてもらって本当のね、本当のヒーローを決めようみたいな。グッ。そんなもの、興味はない。あるんだろうな。よかった、鳥様の話をしたら、元気が出てきたみたいだな。さあ、そろそろ行くよ。あとは僕に任せて、早く休みなよ。
あんまり今回証拠集まってないな。うん、ありがとう。大丈夫かね。さてと、もう調査するべきところはしたかな。どうだろうね。明日に備えて、寺院前に戻って情報を整理するか。そうか、整理するっつってもね。どうでしょうね。まあ、だから、祭司様は、革命派なのかどうかっていうのもあるし、まあ、鳥姫様に狙われてたっていうね、警告されてたっていうのもあるし、その辺からこう、なるほどさん、姫巫女様。お、僕とくん、調査は終わったんですか？うん、とりあえず分かったことを整理しようと思ってさ、付き合ってくれる？ええ、もちろんです。まず、儀式の3日前に祭司さんは鳥姫さんを名乗る人物から、儀式を中止するよう脅されていた。え、あの革命派狩りの、なんでですか？なんでなんでしょうね。革命派を飼ってるはずの鳥姫様がなぜ革命派でもない祭司様のところにこれを送りつけたのか。これがわからない。なぜ鳥姫様は儀式を中止させようとしたのか。逆に、その謎が解ければ、祭司さんを脅していた鳥姫様の動機が明らかになるから、チャンスになるかもしれないけど、今の時点ではなんとも。そうだね。残念じゃったな、どんがりやったわ。措置の考えは推測に過ぎん。法廷で、追放するとは思えんの。鳥姫様が事件に関わったという証拠はどこにもないじゃろう。まあ確かに、警告の証拠はあっても殺人の証拠はない。でもだから脱獄したこととかもいろいろね、使えるんじゃないの？だから脱獄犯がやったって可能性もあるわけじゃん。刑務所が上なわけだし。レイファ様。だからマユちゃんだけがやったっていうのはちょっとね、おかしいと思いますよ。確かに措置の調査には、証拠の捏造や隠蔽はなかった。わらわがお目付け役をしていたからできなかったのであろう。だからもともとそんなことしませんって。不正なんかせずに、まゆちゃんの無実を証明してみせます。なぜそこまで信じられるのじゃ。まゆちゃんとは付き合いが長いですから、依頼人を最後まで信じる。それが僕たち弁護士の最大の武器です。ふん、愚かよのう。どうなっても知らんぞ。次に会うときは、法廷じゃな。作戦を持って真実を伝えることこそ、姫巫女としての我が役目。今度こそ、作戦が真実そのものであることを証明してやる。作戦か。そして必ず措置に引導を渡してくれよ。むしろ作戦があるからこそ、真実に近づけるっていうのもあるから、むしろ助かるけどね。期待してます。首を洗って待ってるがいい。あなたの能力期待してますよ、逆に。明日。僕はまたあの法廷に立つ。このアウェイのね大丈夫でしょうか。でも裁判長は結構なんか、認めてくれたんじゃないのかな。なかなか不思議な力を持っておるな、あなたは、みたいなね。弁護士を認めてくれたんじゃないのか。霊媒の力が支配する異国の法廷に、確かに決定的な証拠は一つもない。一方で、心に浮かぶ謎と不安は膨れ上がるばかりだ。でも、僕が何とかするしかない。この国にいる弁護士は、僕一人だけなんだから。なるほどさんしか助けられないんだよな。必ず無罪判決を勝ち取るんだ。迷いちゃんのために。いよいよ。ではね、次回は法廷になります。